皆さん、こんにちは。今日は2023年4月28日、金曜日でございます。私は今、東京駅に来ております。で、今回なんですかね。今回はこれ、鉄道マニア向けというよりか、鉄道マニアじゃない方に向けた動画になるんですかね。今回は皆さんに券売機の使い方を教えようと思います。券売機の使い方ってお前舐めてんのかって思った方いるかもしれませんがね。まあ確かに、例えばこの東京から新宿みたいな近距離の切符やね、それから IC カードのチャージとかだったらできる人が多いんじゃないかなと思うんですかね。これ、例えば新幹線の指定席特急券とかだったら券売機で買えない、窓口に行く人も多いんじゃないかなと思います。しかし、実は新幹線の特急券とかも券売機で買える。で、こんなことを言うのは非常に申し訳ないんですかね。これ言い方考えずに言うと新幹線の切符ごときで窓口に並ぶ人ってこう正直迷惑なんですよ。というのもこれは後で詳しく話すんですかね。これ多くの切符が券売機で買うことができるんですかね。その一方で窓口に行かなきゃ買えない切符っていうのも確かに存在してるんですよ。で、そういう切符を買うために窓口の列に並んでる時に聞き耳を立ててると前の人全員新幹線の切符を買う人だったとかって結構あるんですよ。で、そういう時って正直新幹線の切符ぐらい券売機で買えようって思うところはあるんですよね。で、これ実際に新幹線の切符を買う方もね、これ窓口の長蛇の列に並ばなくてもね、まあ券売機の方っていうのは大体空いてる。列ができてたとしても少なくとも窓口よりかは空いてることが多いんでね、これ最初のうちはちょっと慣れないかもしれませんが、覚えてしまえば新幹線の切符を買うためなんかに何十分を並ぶ必要はないんですね。ということで今回は券売機の使い方について紹介していきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。そして私は東京駅の中に入ってきました。まあ、で、今から切符を買っていこうと思うんですがね、ここでこの緑の窓口に直行するのはナンセンス。今日はまだゴールデンウィーク前、普通の平日ってことで緑の窓口がはみ出るぐらいの長蛇の列ではなかったんですかね。ただ緑の窓口の中では少し列になってましたからね。それと比べて券売機のところっていうのはほとんど並んでいません。窓口でしか買えない切符だったら仕方ありませんが、券売機でも買える切符をここであえて窓口の方に行く理由っていうのはないですよね。まだこう券売機で切符を買っていこうと思うんですがね、こういう新幹線の切符っていうのは指定席券売機と言われる券売機でしか買うことができないんですが、お気をつけください。で、今回私は東京から新横浜まで東海道新幹線の自由席に乗っていこうと思います。で、これはお次は乗車券の区間の選択なんですがね、乗車券っていうのは買わない、これ特急券だけ買うってこともできます。これ乗車券はもう買ってる場合だってありますからね。しかし今回私はまだ乗車券は買ってなかったんで、新横浜までの乗車券を購入。そして今回私は片道だけなんで行きの切符のみ購入ってやりましたかね。往復分の切符が欲しい場合は帰りの切符を購入ってやったら往復分の切符を買うこともできます。そしてあとはお金を入れたら終了、楽々新幹線の切符を買うことができます。いや、これなかなかに便利じゃないですか。こんなに手頃に切符が買えたらもう窓口に並ぶ必要はないですよね。券売機の偉大さっていうのを分かってもらえたかと思います。で、今回私は新幹線の自由席特急券を買ったんですかね。これ券売機では指定席特急券、またこれ在来線特急の特急券っていうのも買うことができます。まあ、ではこれ新幹線に乗る前にね、在来線特急、そして指定席特急券の買い方っていうのをお見せしようと思います。これ指定席特急券を買う際っていうのは指定席ってところを押します。そして在来線特急の場合は在来線指定席ってところを押します。そして列車名を選択。そして乗車駅の選択で今回は東京からは乗らないんで他の駅を選択。そしてこの駅の一覧の中から乗車駅を選択。そして続けて降車駅の選択をします。これ順番間違えないようにしてくださいね。そして乗車票を選択。そして乗る列車が乗車駅を発車する時間を選択。そして次に乗る人数を選択。そしたらこんな感じで列車が出てくるんでね、これ乗る列車、それから乗る座席っていうのを選択します。これ乗る列車間違えないようちゃんと号数とか確認してくださいね。そしてこれ座席表から選ぶかどの席でもいいかっていうのを選ぶんですかね。これはどの席でもよくても座席表から選んだ方がいいと思います。というのも今回の場合は座席わずかだったんでどの席でもいいでもいいと思うんですかね。これガラガラの列車でどの席でもいいって選ぶとね、ガラガラなのにもかかわらず相席になる席を選ばれることがあるんですよ。で、自分はそれでもよくても相手が嫌だってこともあるんでね、これは相手への配慮として座席表から選んだ方がいいと思います。で、これは帰りの特急券の選択欄なんですかね。この時も帰りの特急券は買わなかったんでね、一番下の帰りの特急券は買わないってところを選びました。で、これあとはお金を入れたら終わりですね。と、まあ在来線の指定席っていうのはこんな感じ。ちなみに新幹線の指定席を買う場合もね、最初に指定席ってところを選んでね、そして在来線ではなく新幹線の指定席ってところを選んだら買うことができます。まあこれ指定席の場合は自由席よりも若干手間っていうのは増えますかね。まあでもこれ窓口の長蛇の列に並ぶよりかは早く買うことができますよね。ほんとこの指定席券売機っていうのは使い方を覚えて損は全くない、メリットしかないと思います。そして私は東海道新幹線の方まで上がってきました。まあでは今回は右側に止まっている列車18時42分発を望み197号博多駅に乗っていきたいと思います。これ先発は左側に止まっている望み253号新大阪駅だったんですかね。今回は別の動画の関係で博多駅の新幹線に乗りたかったんですよね。そして列車は今品川駅を発車したところなんですかね。このアンビシャスジャパンの車内チャイム聞けるのは今のうちですよ。東海道新幹線の車内チャイムっていうのは今度変わってしまうことが決定していますからね。とまあそんなことはどうでもいいんですかね。今回は皆さんに特急券なども券売機で買えるよってことを紹介してきた。で、これは特急券以外にもさっきの指定席券売機ではほとんどの切符を買うことができます。今まで紹介してきた普通の切符以外にも東京フリー切符や休日お出かけパスといったフリー乗車券も買うことができます。さらにはこれ確か青春18切符も買うことができましたからね。とまあこんな感じでほとんどの切符をあの指定席券売機で買うことが
できるんですかね。ただその一方で、あの指定席券売機を持ってしても買えない切符っていうのもこう一部存在してるんですよ。では今からそれらの切符っていうのをご紹介したいと思います。まず一つ目は個室の切符。これ個室がついている有名な列車として、東京と高松および出雲市を結ぶ寝台特急サンライズ瀬戸出雲号っていうのがありますかね。サンライズっていうのは指定席特急券だけが乗れる伸び止め座席と、それからそれやシングルデラックスといった個室タイプの席の2つに分けることができるんですよ。でこれ伸び止め座席に関しては指定席券売機でも買うことができるんですかね。それやシングルデラックスといった個室に関しては指定席券売機では買うことができない。窓口に行かないと買えないんですね。でこれ2つ目は一部の人にしか該当しない切符なんですかね。2つ目は学割乗車券。これっていうのは各学校でもらえる学割証っていうのを持って、無での窓口に行った100キロ以上の切符だったら2割引きで切符を買えるってものなんですかね。この学割乗車券っていうのも窓口でしか買うことはできません。でこれパッと思いつくところで、窓口でしか買えない切符ってこれくらいないんじゃないかな。なんか他にもあったような気がするんでね、もしあったらコメント欄に書いてほしいんですがね。まあでも窓口でしか買えない切符っていうのは結構少ないんですよね。ほとんどの切符を指定席券売機で買うことができます。まあではお次は窓口でしかできない作業についてお話ししたいと思います。っていうのも切符っていうのは何も買って終わりじゃない。例えば切符を買ったはいいものの、その予定が取り消しになった切符を払い戻したい、そういうことってありますよね。でそのような作業にも指定席券売機でできること、指定席券売機ではできない窓口でしかできないことっていうのがあるんでね、今からそれについてお話ししたいと思います。でこれ窓口でしかできない作業の一つ目はね、今例に出した払い戻し。でこれ払い戻しの理由としてはね、切符を買っといたはいいものの予定がなくなり使わなくなったんで払い戻す場合とね、それから間違えて切符を買ってしまったため払い戻す場合の2つがあると思うんですよ。でこれ後者、間違えて切符を買ってしまった場合の払い戻しっていうのはね、切符を買ってすぐに払い戻す。でこういう場合はね、現金で切符を買った場合に限り自動券売機でも払い戻すことができるんですよ。またその場合っていうのは手数料もかからないんですね。ただし買ってからしばらく経ってから払い戻す場合っていうのはね、券売機では払い戻しはできない。そして手数料っていうのもかかってしまうんですね。また切符を買った直後でもね、お金をスイカなどの交通系 IC カードで払った場合っていうのはね、同じく自動券売機では払い戻しはできない。窓口に行かないと払い戻しっていうのはしてもらえないんですね。ただその場合っていうのは手数料っていうのはかかりません。そしてお次、窓口でしかできない作業二つ目は乗車変更。でこの乗車変更にも指定席券売機でできる乗車変更と、指定席券売機ではできない乗車変更があります。でこれまずは指定席券売機でできる乗車変更から話そうと思うんですかね。指定席券売機でできる乗車変更っていうのはね、同じ種類の列車で日付や便を変える場合、例えば朝6時東京発の東海道新幹線のぞみ1号で東京から大阪まで向かうと仮定してね、本当は明日乗るはずだったのに今日の切符として買ってしまった。でそういう時に今日の切符を明日の同じ列車の切符に変えるってことは指定席券売機でもできます。またのぞみ1号の切符を買っといたはいいものの、出資料でのぞみ1号には乗れなくなってしまった。そのため1時間後朝7時に東京駅を発車するのぞみ203号に乗車変更するって時もね、これも指定席券売機ですることができます。じゃあどんな乗車変更が指定席券売機ではできないのかっていうとね、これは全く違う列車に乗車変更する場合、この乗車変更面白いのが、これ全然違う列車にも乗車変更することができるんですよ。だからこれ極端な話、北海道の特急の特急券を鹿児島の特急の特急券に乗車変更することもできるんですね。でこういう全然違う列車に乗車変更する場合っていうのはね、指定席券売機ではできない、窓口に行かないとできないんですね。ではお次は最後の3つ目。でこれはまあおまけ程度に話しておこうと思うんですかね。この3つ目の窓口でしかできない作業っていうのはね、鉄道マニアの間では有名な十字打ち。でこの十字打ちっていうのは何なのかっていうとね、 JR の切符っていうのはね、乗車1ヶ月前の午前10時に発売されることになってるんですよ。でその1ヶ月前の午前10時0分00秒に切符を買うのが十字打ちなんですね。でこの十字打ちっていうのは指定席券売機でも不可能ではない。繁忙期の特急や新幹線の指定席ぐらいだったらそれで全然十分なんですかね。ただ指定席券売機で十字打ちをやると大きなデメリットっていうのがあるんですよ。というのも、緑の窓口にある会員さんが操作する機械と指定席券売機っていうのは少し違う機械でね、緑の窓口にある機械っていうのは10時になる前からどの列車に乗るかっていうのを入力できね、10時になった瞬間に購入ってボタンを押すことができるんですよ。それに対し指定席券売機っていうのはね、10時になって初めてどの列車に乗るかっていうのを入力することができるんですね。だから指定席券売機で10時打ちをやるとね、実際に購入ってボタンを押すのは10時0分30秒とか10時1分とかそんな感じになっちゃうんですね。だから10時打ちっていうのは窓口でやるのが基本となってるんですね。でまあ窓口でしかできない作業っていうのはこんなもんかな。もし他にもあったらぜひコメント欄とかに書いてください。それにしても今回の動画を見ていただいて、いかに指定席券売機が有能かってことが分かってもらえたかと思います。ほとんどの切符が指定席券売機で買えてしまいますからね。だから皆さんもぜひ最初のうちは慣れないと思いますが、切符を買うときは指定席券売機で買ってみてください。そして列車は新横浜駅に到着。そして私は改札の外に出てきました。まあでは今から乗車券の買い方をお教えしようと思います。そして今度はさっきとは違い JR 東海の指定席券売機なんでね、さっきとは操作方法が若干異なるんですかね。でも大体は同じです。でこの指定席券売機はパッと見乗車券ってところが見当たらなかったんで、乗り換え案内から買ってるんですかね。乗り換え案内から買うときは意外と簡単。これスマホの乗り換え案内アプリとあまり変わりませんからね。だからこの乗り換え案内から買うっていうのは一般の方も結構覚えやすいんじゃないでしょうか。 JR 東日本の指定席券売機だと乗車券っていうところがあって、そこからも乗車券を買うことができるんですかね。まあ一般の方だったらこっちの方が分かりやすいかもしれませんね。でこの指定席券売機で乗車券を買うメリットとしてはね、翌日以降また券売機を操作している駅とは違う駅からの乗車券を買えるってところですかね。普通の150円切符とかを
買うあの自動券売機ではこういうことっていうのはできませんから。そしてこれ1個金買えないのは意外でしたかね。これ現金で切符を買うことはできました。これ JR 東日本の指定席券売機は IC カードも使えたんですがね。まあ、ともかくこんな感じ。まあ、では今回は指定席券売機の使い方についてお教えしてきたんですが、どうでしたか。いや、これなかなかに便利だと思うんで、皆さんもぜひ使い方を覚えて使ってみてください。まあ、ではこの動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。でね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。